シャー即立ぜ。おはようございますと思った方、最後にお願いします。はい、大の字になれば、あなたは最強。本日はですね、皆さんに、ある質問の回答をしたいと思います。とある県のね、弓道の会長がですね、こういうことを言ったんですね。最近の弓道は豪快さがなくなったと。今回は、なぜ豪快さが消えてしまったのかっていうお話をですね、やっていきたいと思うんですけども、久々にですね、ホワイトボードを使ってですね、どういうふうに豪快さが消えていき、これからあなた方はどう勉強すればいいのかっていうのを私がご提案させていただきます。皆さん、本物の弓道をやりましょう。正しさを求めてしまうと本物でなくなってしまうからです。その根拠をお話ししたいと思います。では、今回の動画はですね、実は昨日ねちょろっと動画撮って、それのまあリメイク版ってわけじゃないですけども、非常にわかりやすいイラストを使ってですね、本当の弓道と本当に見えてまあ、めちゃくちゃ悩んでしまう弓道の違いをご説明したいと思います。はい。こうなります。なぜ弓道に豪快さがなくなったか。それはですね、結論はこれです。正しさを求めるからです。では、この正しさを求めるとなぜいけないのかっていうことについて解説すると、それは本筋ではないからなんですよ。何が言いたいのかちょっとよくわからないということなので、つまり、正しさを求める。いや、これはね、別に問題ないんですけども、別に適当を求めたって、形をきれいにしたって、段を取ったっていいんですけども、やり方が違うんですよ。こうやってやってしまうと、みんな悩んじゃうと。本物にも近づけないし、どんどん悪くなってしまうよ。でも、こういう風にすれば、段も手に入って、的中も手に入って、そして強い夢も引けて、古くの文献も読めて、そして綺麗な形にもなって、人にもたくさん教えられるようになる、という具体的な方法をお話しします。これ実際私のオンラインサロンの人たちっていうか、みんなこれで、そういうふうに強い目を開けてるし、教えることもできますし、昔の弓道の弾き方も、綺麗な形も手に入ってますので、やっていきたいと思います。それが、こう誤りは、本物のこの追求の仕方が違うんです。まあこれ真ん中に本物の指の方があるとするよね。こうやってね、真ん中に本物の弓道があると思います。で、ここで、この誤りの弓道というのは何かっていうと、先に正しさを求めちゃうんですよ。これが良くない。いいんです。後に正しさを求めるといいんですよ。後に綺麗な形にする方法や、的に当たる方法とかっていうのを考えればいいんですよ。先に正しさを求めるから良くないです。だからどうなるか。まあ、例えばあなたが弓道の教室であったり、弓道のなんかその稽古に行ったりとかするときに、まず先生に何を教わるかっていうと、まず段を取る方法でしょ。作法とか大敗とかですよね。で、形。どうなれば形が綺麗になるかっていう、この知識。ね。こうでしょ？で、みんなね、これを身につけて、身につけて、外側を埋めていけば、やがて本物に近づいていくっていう滑走なんですよ。これ全国の弓道関係者、ほぼそうだと思います。つまり筋肉に例えると、収縮してるんですよ。収縮。あれ？縮んでるんですね。こうやって。こうか。はい。筋肉に例えると収縮するような感じで、まあ、外側を埋めていけば本物に近づくって言ってから当てるための方法みたいな知識とかを取り入れるんです。これは間違えてるんですよ。正解は、本物先にやってほしい。で、これをやってけば、自然に形が整っていって、当たりもなんか出てきて、そして、まあ、審査を受けてみたら受かっちゃったっていうのが正解です。こう本物を先にやるべきです。はい。だから、この、まあ、この外側をね、先に求めてしまうと何が問題なのかって言ったら、本筋じゃないんですよ。これが。だって、もともと昔の弓道ってこんななんか、的中たくさんしてりゃ、それは本物だとか、なんか綺麗な形になってれば、それが本物だとか、なんか段があれば本物、なんて価値観さがそもそもなかったんですよ。古くの文献とか、古くの弓道の本に解説されてる本に、なんか何本以上当たったら本物とかないんですよ、そんなの。そんなのないです。それ追求するための一つの材料としてあっただけであって、本物というのは全然別物でございます。だから、収縮じゃなくて、あなた方がやらなきゃいけないのは解放なんです。解放する。この矢印のように。まず、本物をやってください。本物の意味の方をやってください。そこから広げていって、自然に形であったりとか、的中であったりとか、段とかであったりっていうのが手に入るようになれば、その弓の引き方でやっていけば、まあ悩むこともありません。
綺麗に形も整っていきます。じゃあ例えばなんですけど、じゃあこれ一個簡単な例で、これもうみんなね、まず型を綺麗にすればこう後から 本物の弓の言い方になってくるんだっていう、この考え方がもういかに間違ってるかっていう簡単な例を出してご紹介しますよ。例えば第3を取るとき、第3を取るときに肘を張ってくださいって言われますよね。こうやってね、こうやって張るようにって言うじゃないですか。こう下あずこを張るようにとか言うじゃないですか。肘から上げるようにとかって言うじゃないですか。あれ間違えてるんですよ。なぜか肘を先に張っちゃ間違いなんですよ。ほら、これから外側の知識を先に取り入れて、外側の知識を先にやろうとすればいいんですよ。別に僕が言いたいのは、皆さんに弾を取るなんて言ってんじゃないです。的中すんなって言ったわけじゃないです。当たらなくていいとなんか一言も言ってないです。違うんです。求める順番が逆なんです。本物をやってください。本物ができてるかどうかを確かめてください。で、その後に的中したら、ああ、まあまあ、ええかな。っていうのが正しいやり方なんです。例えば、肘を張るってありますよね、第三。第三で肘を張りましょうって、こうやってやった時に、いいですか？肘を張ったらどうなるかっていうと、首の付け根が、ふって下がってたら、いいフォームなんですね。まず、弓道において。これはまあ、一つの例です。まだいっぱいあるんですけども、首が下がった状態で肘を張れば、まあ、これは問題ないんですよ。ところが、これが首の付け根が例えばちょっと上がってる状態で肘を張るともっと姿勢悪くなるんですよ。これが形をきれいにしましょうって先にやっちゃいけない具体的な例です。揃えましょうって言っていい姿勢の状態だったら自然揃ってくるんですよ。だけどこれを揃えようとする方が力入るんですよ。これが外側の知識を取り入れてった結果、本物に全然近づいていかないというこの一つの例です。他にも段ありますよ。じゃあ、例えばなんですけど、これ、商談審査で、じゃあ段が上がっていくにつれて、本物に近づいていく。手段と目的は、罰、別、混同しちゃダメだ！よく講談社の先生とか、詭弁で言うんですよ。本物、ね、弓道をね、正しい方向に行ってるかどうかを確かめるために、段を取る。段を取るために稽古しちゃダメだ。こんな口わかせで言うんですよ。だけど、こういうことを言ってる先生の、その商談審査の仕組みとか見たらわかるんですけど、練習とか教師とか上がってくると人間関係、これ大事になってきます。なぜならば、人間関係が良くならないと審査受けさせてくれないから、許可制になってるんですよ。じゃあ、ここでちょっと行こう。ここでまた新しい外側の情報入ったんですけども、人間関係が良くならないと段が取れなくて本物に行けないんですよ。じゃあ、ここでもう一度聞きたい。本物の弓道って人間関係で良し悪しって関係あると思います？そもそも。じゃあ、古くのね、阿波建造とか、弓と禅とかに出てるあの人たち、あの人って、そんな媚びへつらうような、誰かに許可を求めるような感じで弓道やってましたかって話です。そうじゃないでしょ。本物ってそうじゃないでしょ。本物というのは人間関係関係ない。段なんか関係ない。本物というのはこれとは全然別にあるんです。だけど、ここを追求すれば、結果的に型が綺麗になることは間違いありません。どうしてかっていうと、私はもう8年以上こう、オンラインサロンで、弓道の商談審査ゲマーつとかって言ってる人いるわけ。私の今のね、今仲良くしてる弓道関係者にも、私のところで弓の生き方を学んで、その後に、じゃあ私弓道教室入るわ、つって弓道教室行って、もう2段までね、スーッと上がっちゃった人とかいるわけ。そういう人もいるわけ。その人、三種の手の順を取る方とか、取り掛けのやり方とか、後ろ狙いの直し方とか、全部知ってるんですよ。もう二段の段階で。で、道具とかの話もね、もうやり始めたら、あ、こここうだからって、もうめっちゃ知ってるわけ。それ何て言うと、僕のオンラインさん見てるからなんですけども、本物先やりゃいいんですよ。本物を先やってから段を目指しゃいいんですよ。それでいいんですよ。別に、商談審査消えろって言ったわけじゃないですよ。まあ、ちょっとシステム上いろいろ問題があるんで、まあできたら商談審査がね、なくなると私はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあな、一応ね、必要だと思うんだったら別にこれでいいんですよ。これでは何も問題ないです。一生懸命頑張って、それを価値にして、段を取ってね、目標、一つの目標として頑張る人もいいと思うんですよ。ただ、こういう外側に内容をすごく求める人たちって、僕らみたいな本物の弓道を追求してる人たち、こう言うんですよ。例えば、うさんくさいとか。例えば、古流だから違うとかって言うんですよ。古流だから違うとか。
じゃあ、古流だから違うから、お前らのやってることは違う。本物じゃない。やっぱりターンを取って、形をきれいにして、みんながおおよそ一般の人たちに乗り添っているようなやり方をやっていれば、必ず本物に行くんだって、そういう人たちは思うかもしれませんが、じゃあ、そういう人たちにお伺いしたい。古い文献読まないで、どうやって本物って説明するんですか？あの、アーケンゾーの絶命一射とか、絶命一射とか、じゃあ、求心一年とか、シャーセの人生とかあるじゃない？これ、どうやって説明するの？古くの文献使わないで。今のご飯師の先生とか教師の先生とかいらっしゃると思うんですよ。証言者の人いらっしゃると思うんですけど、みんな古くの文献読めますか？私が最近やってる美醜地区の旧書の解説とか、あれ、できますか？できないでしょ？なんでかっていうと、強い弓引いてないから、古くの文献読んでないから。じゃあ聞きたい。古くの文献読まないで、どうやって本物って見極めるんですか？どうやってこれが本物なんだって説明するんですか？古い文献使わないで、どうやって本物にするんですか？だから、それができないから、まあ、人間関係を良くしていって、その中のなんか一番人格的にいい人が本物じゃないかとか、なんだろう形綺麗にしとけば本物じゃないかとか、こうだをね、なんかこう試験とかルールとか決めて、この決められたルールにちゃんとかなった人を上げていって、そうすればなんか上に上がっている。だから本物じゃないかって人間が勝手に決めるわけ。そんなのないんですよ。そんなのはありません。本物に人が入り込む余地なんかありません。全くないんです。社というのは自然の上を動作の上で表現するものだっていうふうに、弓道の教本とかにも書いてあります。王家の人間は、本物の人間は、当たらなくても感動させることができるって教本に書いてあるんですよ。そのために、古くの文献使わないで、どうやってその感動する社、生きた社、豪快な社っていうのは表現できるんですか？説明できるんですか？これがなくなっちゃったから豪快さが効いたんじゃないですか。いいんですよ。この段や形を求める弓道と本物を求める弓道ってのは両立できるんですよ。なぜなら、私のオンラインサロンに入ってる人、みんな商談審査とか段とか求めながらも、古くの文献で一生懸命勉強されてる人、たくさんいますよ、たくさん。全然できるんですよ。こういうことできるんですよ。だけど、これがなんか違うとか、うさんくさいとか、その人間のなんとなくの感覚で本物かどうかを決めてるわけ。別にいいですよ。私は本物の内容を教えれば、もう的にも当たるもんだと思うし、ダンだってたくさん受かってるし、で、消防職が受かってる人、私の知り合いでたくさんいますから。いるからいいのよ、別に。あ、なるほど、これをやっていけば、ちゃんとダンにもつながるし、肩にもくのがあるし、だからこれいいじゃんと思って、私はこれをやります。これからもこれを発信します。この内容が一番大事だと思います。この内容を、100年先も、弓道の文化として残していく必要が私はあると思ってます。わかります？日本文化です。わかります？日本の文化ですよ。弓道は。その日本の文化とやらに人間関係って入り込む必要ありますか？弓というそのものが美しいのに対して、それに人の評価や人の関係入る余地ありますか？それを一度考えてみてください。そう考えないと、本当にこれからの弓道を衰退すると思います。私は本物だけを追求します。本物の弓道を私の方法でお伝えしていきたいと思います。それが面白いなと思った方はぜひね、チャンネル登録や YouTube のチャンネル登録、そして LINE で私のこの内容を公開していますので、ぜひ皆さん今後とも弓弓道をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。